Stirrup River, big up man scene, aka Uber Pete. Big things, my Robin, big up yourself. Strictly hardcore. そして、まあ、現在のこのキングストンラウンジにつながっていくっていう形ですね。ですね。キングストンラウンジは何年オープンでしたっけ ?16 年前です。2005とか。2005年。今日、あれですよね、フライヤー。まあ、僕昔のフライヤー。いや、そうだから、まあまあ、どんだけオービーがおもろいかっていうのが、分からないあたりで、まあまあ、バラバラでちょっと年代もあれですけど。はいはい、まず、これは93年、サマーステーション。これ様ステージ93、これ場所はどこですかね。どこアワザクライマックス。クライマックスあった。クライマックスあったな。あった。へー。で、出演がレディーパンプキン、これミニオコちゃんですね。ランキンパンプキンですね。あとはディッキーベン、ベンさん、リトルブギー、ダディビー、まあブレインウォッシュですね。93やけど、やっぱりもうこの辺も色濃く思ってて、はい、中心とジャジャコ、シスタージーズ、シーズさんですね。で、カカティ、あ、マーチンですね。パパウノ、パパウノって名乗ってたんですか。そうやね、パパウノ、ウノ流行った時やね。お好みマーチンですね。そうね、お好み、で、まあ、ブンブンさん、すごいな、このフライ。でも93なんですね、これでも。クライマックスあったな。あ、これ、これさっき言ってた何ヶ月の。ああ、そうです。だからそこかどうかは俺も覚えてないね。定かではないけどっていうことですね。これは、あの、てるきさんの時に見せてもらったことがあります。ああ、なるほど、ね。うわー、セントアンズ。これも何年かはちょっとわからないですかね。ターボさんですね。ヒロさんは、これヒロですね。イコライザーですね。すごいな。うわー。まあでも90年代頭ですね。これもクライマックスですね。さっきのと同じように。あ、ポップバディーズいてますね。怖いね。チャチャクルリディムフォースっていうのは、このパンプキンヨーコちゃんを除いた演奏隊がリディムフォースっていうことですかね。わだだ。そのさっき出てきたマーチンのやってたお店ですよね。のわだだのグランドオープニング。わだだのオープニング。あ、でも93やったんですね。もっと後やと思ってましたけど。お好み焼きの食べれるレゲエバーというか。美味しかった、はい、でダンスホールパーティーもやっててっていうことですよね。うおー、何これ。サンボアイクラッシュ92。これ場所がポピーズや。ポピーズ、ハミングバードプロダクションインアソシエーションウィズアップスタープロモーションプレゼンツ。ハミングバードっていうのはそのファイブスターの前身のハミングバードですよ。で DJ がラッキーイケちゃん、スイートパンプキン、ワダダマーチ、レッドモンキーでカカティなんですね。カカティやっぱりもうこの時代からだいぶ活躍してますよね。でセレクターに沖野さん、イコライザーヒロ君、コウノスケ君、歌舞伎マン荻堂君ですね、ゲンジャーワークスですね、池田イカダンですね。ここら辺はもうアップスターですよね。コウノスケ、荻堂、池田君で、テンちゃんで、テンちゃんファイブスター代表のテンちゃんですね。テンちゃんもセレクターとしてっていうことですよね。これはハローミスグディグディ。めっちゃもうジャマイカのフライヤーみたいですね。そうやろ。うわ、ジャマイカからダンサーを呼んで、オリジナルキラさん来る、ボス、ボッチさん、カズさん。で、ジャマイカからダンサーを呼んでっていうことなんですね。ジョー・グリーンシティとフィッシュダンソン、こうですね。これはジャンクションとダイナマイト。
ファンキー、ファンキーでカーティスフライバンド、小島さんとそのバンドということです。でこちらチャチャクル、あもうこのファンキーというのはジャンルですね。でヒップホップ。キヨちゃんでね。ケンソウくんですね。ケンソウくんとキヨちゃんで2人とも。僕らやば。はい、ということで、今日はキングストンラウンジにお邪魔して辻くんにいろんな話を聞かせてもらって、いろんな珍しいレアなフライヤーも見せていただいて、まあ僕も知らなかった事実も飛び出してめちゃくちゃ面白かったです。では最後に、はい、今日この YouTube チャンネル見てくれてる皆さんに何か、はい、メッセージや告知などあれば一言いただけますでしょうか。どうも見ていただいてありがとうございます。金室はまだまだちょっと休業状態に続くと思いますが、うんうんうん、またオープンしたらまたこの古いねちょっと歴史あるようなこともちょっとまた喋ってはいこうと思うんでまあ興味のある方はまた金室に来て、はい、昔どうでしたみたいな話を聞いてくれたら、はい、私もちょっとありがたいので、はい、ぜひその時には来てください、うん、はい、ぜひキングストンラウンジに訪れて辻井君に直接話を聞いてみてください、はいはい、ということで今日は、キングストンラウンジにお邪魔してゲストに辻井君に来てもらいました。ありがとうございました。ありがとう。Make your body